日和山は宮城県石巻市にあるワニ山の南東部分の名称である。1984年撮影の国土、交通省国土画像情報をもとに作成した石巻市の21枚合成写真。写真中央にワニ山、その右側を旧北上川が石巻湾に流れ下る。中瀬と呼ばれる中瀬の左側対岸が江戸時代の石巻村。ワニ山は 石巻湾の北側、旧北上川湾、JR 石巻駅の南側にある孤立性の丘陵。ワニ陵、日和山丘陵、日和丘陵,陵とも呼ばれる。ワニ山の山海は、おおむね、無大地上をしており、地図上では、西辺が約1 6トル、南辺が約1 2トル、東辺が約1 0トル、北辺が、 約0 8キロメートルのいびつな多角形を停止。標高は西側約1 0ル、東側約4 0ルと西側に向かって傾斜する。四方はむね崖になっていて、周囲は標高1メートル前後の中石平野に囲まれる。崖はかつての海の侵食作用による海色崖、あるいは付近を流れる北上川、低川などの原子河川のそれによる川色崖と考えられ、 西側と南側の崖下には侵食後に形成された浜津海が接続する。旧北上側に面した東辺の中部に谷が刻まれており、江戸時代より当地の中心部だった石巻市中央から連続する谷底には石巻小学校、石巻市庁舎と、石巻消防署中央出張所などがある。この谷からワニ山に上がった坂の上の海門寺公園内に、 石巻神社が鎮座する。この谷を挟んで、ワニ山の北東と部が、ハグロ山、南東と部が日和山と呼ばれる。また、北西と部は、明神山と呼ばれる。ハグロ山の頂上部には、旧、石巻村鎮守の鳥屋神社、日和山の頂上部には、旧、門脇村鎮守の鹿島五次神社が鎮座する。また、明神山の頂上部には、鳥屋崎神社が鎮座する。 ワニ山城には、山下町、泉町、吉山町、大手町、南高町、羽黒町、日和が丘の7つの町底があり、一部が隣接する崖下の地区を含む。三角点は、ワニ山から北西に外れた平地にある、石巻市38開発公園内に4棟、三角点、ワニ山、鹿島五字神社の北側に3棟三角点、日和山がある。 旧北上川の西岸、石巻の町の,町の歴史的中心の敷季にある、平安時代に遡る鹿島五字神社が鎮座する。鎌倉時代に、源の頼朝の家人であった、笠西清重が、欧州合戦の恩賞として、押鹿軍をはじめとする近隣の数カ所を受領し、日和山に石巻城を築いたとされる。笠西氏とその所領は、天正18年に、 橋場秀吉に滅ぼされるまで維持された。江戸時代に書かれた知史によれば、山の名は、石巻から商船が出港する前に、この山に登って、天候を観察したことからついたという、山景のため、風景を眺めるために登る人が多かった。元六二年五月十日には、松尾芭蕉が訪れ、同行の弟子、河合空が眺望を日記に記した。現在は、日和山公園として整備されている。 日和山から日和大橋越しに見る旧北上川、川口と太平洋、また旧北上川の中洲であり、内海五郎兵衛が資材を投じて内海峡をかけた中瀬の見える風景は、そのまま石巻の成り立ちと市民のアイデンティティを示すものである。桜と筒ツ子ツの名所とされ、山上に馬所と空の像がある。1983年に行われた発掘調査によって、 石巻城の遺構であると思われる大規模な城郭があったことが確認された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際は多くの市民が山に登って津波から避難したが、岩下の石巻漁港や市街地は広範囲に被害を受けた。以下は日和山を主題にした作品。ありがとうございます。